のこと一番最初に考えないよ、そのでも何も思わないし、なんでその意見がコロコロ変わるの、何が出てくって言って、なんでその意見がコロコロ変わるの、犬のこと考えて、で総理の家帰ろうとか帰れるよね、帰れないよ、あだから戻ってきたんだよ、帰れない、うん、帰るなって言われたから、うん、でもそれは謝ればいいんじゃない、お前が、いやそういう問題じゃないんだよね、は分かるでしょ、分かんねえよ、謝れば許してくれるだろ、ずっとそうやって、うん、何ヶ月も今年入ってずっとねお前のことをずっとやってきた人、うん、いや配信でもゼロあのね聞いたら分かるけど、とりあえずじゃあ今多分総理も寝てるから、ゼロワンがそれは総理に連絡してうまく言って戻れるんだったら前に戻るし、その間までは私全部言うこと聞くからそれでいい、まず寝かせて、うん、いい、うん、うん、ありがとう、はい、全部これに来るわ、はい、全部来るわ、大打撃、大打撃です、いや、復縁はしないけど何言っても出てく気ないでしょ、まあね、わかるでしょ、じゃマリオン向こうで配信しておいでよ、こっち行っても意味ないから向こう行ってこいよ、配信つけてこいよな、いや大丈夫です、大丈夫じゃねえんだよ、あ、はい、意味ないから、あ、はい、まあハニーがちょっとハニーの部分でちょろい、あ、いやいやいいっすよ、まあ近々終わるし、本当にね総理の家と実家無理なの、本当なのかなそれ、もし本当だったらかなり困るんじゃない、シラフになってから、僕シラフなんでね、ゆうちゃんで、リスナー全部俺に当たるのもおかしいしね、俺謎だわ、もしかしたら、なんで俺に全部ぶつけてくるのかマジで謎、ありがとう、いえいえ、何があった、まあ別れますと、出て行きますと出て行ったんですけど、なんだかんだ戻ってきて、まあ、俺はね行った以上は出て行けって考えなわけ、でも結局犬もいるし行くとこもないから、でも別れてるんでね、別れてるんですけど一緒に暮らしてる、パルパルクマちゃん状態、大花ビラナス、パルパルクマちゃん状態になってるんですよ今、うん、土下座させてやれよ、いやそこまでやるとかわいそうみたいになっちゃうから、まあはっきり言って俺がかわいそうだよ、見てるとわかるけどね、で俺がかわいそうなんだけど、相手に言ってもブロックされたり聞かないでしょ、で全部俺に来るんだよリスナーの気持ちがね、俺まで叩かれちゃってるんで本当にかわいそうだよ、じゃあ許すの、許してないからね、追い出さない、さっきはっきり言ったやん俺、ハニーのこと言われると俺も弱いって、テロップ変えよう、500ナイス行った、500ナイス行ったの、家賃もらおう、払うわけないじゃん、いやーどっと疲れきたな今日も、やっぱ精神的に来るよね、きつ迷惑しちゃダメだったな、ゼロワンさんが少しでも好きな気持ちがあれば仲直りしてほしい、ゼロワン、あーゼロワン、ファンタスティックアリアンス女配信者の人、ぽっちゃんありがとう、本当にゼロキツお願い、まあお前優しい、首がきついお願い、このまま、ハニーな、本当に首がきつい、ハニーな優しいね、ワンワン、ハニー、ハニーいつもこうやって寝るんだよ、よいしょ、ハニーちゃん足元行きな、足元よいしょね、
うん、このセンスアロハシャツこれ。アロハ。うん。いやーファンタスティックいいんですか。ありがとうございますポちゃん。女配信者のいいの。ありがとうね。励ましてくれてる、うん。ありがとうございます。元気になります。ありがとうございます。すいません。よかったら。大花火、ペット科のホテルのもあるね。ああ、そうなんだ。それとも？ふーちゃんありがとうございます、大花火。ペット科。ペット科とシルバーの図。ペルワン、ごめんね。ごめんなさい。な、何がですか？もうリスナーさんに言ってたよね、一回でも。自分も覚えてると思うけど。お酒飲んでて忘れたはもうなしで、一回でも別れたら、もうそこで終わり。これはもうリスナーさんにも2人でももう決めてたことなんで、もう無理なんですよ。わかりました。うん。でここでまた復縁、うん、で どんどん応援されな、うん、応援されなくなる。それは一番自分もわかってるしね。うん、だこれ以上自分もアンチ増やさない方がいいし、俺もアンチ増やしたくないんで、それはわかってほしい。わかりました。配信っていうのは何かを犠牲にしないとできない。あ、ファンタスティックありがとうございます。って言っても、ありがとうございます。好きって気持ちだけでうまくいかないんだね、配信は。ぽっちゃんありがとうね、あんた。大丈夫だよ、まえちゃん。人気者だから、一人でも頑張っていけるよ。僕は配信一番大事なんで。まあ、何よりも配信が大事。配信、それが配信者です。うん、それが配信者です。何も犠牲にできないやつは配信者じゃありません。俺のが配信者じゃない。かっこいいでしょ、俺の方が。あれ、抱っこひもどこ行った。これがね、長年結果出してる人と1、2ヶ月頑張った人の差ですよ。散歩でも前で別にあれだよ。結果出てくなら初めから出てけよお前。出てくとかあったんだろな。あそういう時間稼ぎ作戦いいから。なんか、うん、最後こんな感じ嫌だから嫌でしょ。前は本当に感謝してるんだよゼロワンに。うん、俺も感謝してるよ。ありがとう。だからやめようよ。やめなよ。そうやって。なんかでもうこれ以上ハニー振り回さないでね。うん、うん、なんとかするから。なんとかするからって、総理か実家でしょ。うん、うん、犬連れてくんだったら、うん、うん、それも止めないよ。初めから帰れるじゃん。いやいや、ハニーかわいそうだよ一番。初めから帰れるじゃん。今から行ける場所なんてないよこんな。いや、あるんだって。ハニー連れてくってことは俺わかるもん。総理の合鍵持ってるから総理に行くんだって。なんとかするよとか、もうそれしかないんだって。できるんだって。で総理実家稽古がいるから行けるんだって。初めから行く気なかったんだよさっきは。出てっても、で俺は助けないから。もだからみんなナイスをしてよ。まあね、恋愛よりもナイスが大事。俺心がもう入って、かわいそうなやつでしょ俺。本当にそれでいいの。配信者じゃなかったらもちろん止めるんだよ。あ、花火ありがとうございます。あ、服も NG ワードなってるね。 NG ワードしといてあげてるんだ。花火ありがとうね。みんなのがかわいい。俺はそういう配信者が応援されるよ、うん、はっきり言って。カトツも黙ったから、うん、ワンワンもね、うん、ルイージとかね言ってたら応援されないんだよワンは。そういうの覚えときな。うん、犠牲に一人で頑張った時に応援されるよワンワンちゃんも。うん、あ、うん、ただねルイージね国にがうまかったんだよ結構。男言ってる言ってたらやっぱ無理よ。リスナーやっぱ一番優先しないと。
あ、600ナイスアレアンス。で、なんかそこで釣られちゃった私。うん。許してあげて。ダメだなと思って。あ、ハート花火ありがとう。ありがとうございます。いいです。いや、でも、本当に、くんにがなくて、いや、いいなと思って。許してあげての人が少ないじゃん。許してあげてのナイスが多ければいいけど無理でしょ。簡略な理由だね。理由はほとんどない。じゃあチャンスあげようか、あいつらあるから。1時35分までに1000ナイスいったらちょっと考えてあげようかな。いないでしょ。許さないでいいっていう人は押さないで、うん、許してあげて35分ね、4分あればいけるでしょ。ナイスのためつか配信のためだから俺は。配信が全てなんだよ。もう全て犠牲にして何もないんだよ。配信しかないから。これ配信なくなったら俺何もなくなっちゃう。だから俺絶対別れないようにやろうって言ってたんだよ。一回別れたら終わりだよって。ネタみたいになっちゃうからね。うん、だから一回だけリスナーさんに頭下げた。あやちゃん、せいさんみたいにね、一人が一番強いんでね。ありがとうございます。ハート花火ラブだよ。ナイスもします。許した。あ、いちごちゃん大花火ありがとう。大花火ありがとう。許してあげてにラブだよはダメだな。いや、許してあげてはまあ100人ぐらいでしょ。ジロマンさん、許すなが多いっしょ。ジロマンさん、はい、あの家賃も半分払うし、はい、土下座もするし、はい、とりあえずあの、はい、同居人として、ね、いいですか、ね、いや、さっきしばらくいていいよって言ったじゃん。え、出てけって言われた。しばらくいていいよって言ってるじゃん。でも、もう別れてるからね、それ許さない、はい、だからあの、同居人としていてもいいですか。で、しばらくだよ、はい、しばらくで明日出てけって言われたから。そういうのはないよ。それはちょっと厳しいので、ちゃんとあの全部半分払うのでいいですか。いてもちゃんと自立してね。いいですかね。てかしばらくいていいって話じゃなかったっけ。いや、明日出てけって言われてたから、それは難しいからで、今話し合って、まあ無理、私も熱くなって出ようかなって思ったけど。で、今なんで出てく準備したの。許されなかったら、あの友達ん家無理だったから。うん、じゃあ いないよ。もうやめてあげて。本当にハニーかわいそうだから。なんで下ろしてゆっくりさせてあげて。とりあえず全部あの折半っていう形でここに居座っていいですか。私も一生いるつもりなの。いや、あの家が決まるまで。今別れてるっていうのは分かってくれてる、はい、うん、うん、でも俺に喋りかけないで、この家で、うん、ストレスだから。大丈夫、あまり喋りかけないで。その方が助かる。うん、もうせっかくまたこれで荒れるから、もう分かったから向こう行ってよ。あ、ありがとうございます。これまた荒れるでしょう。私も行っていいですか。35分、あ、行かないでしょ、うん、もう許してあげてナイスはもう消していいよ。あ、思ったらダメ。もう意味が分からない。お願い、絶対何もしないから。なんで今また話が戻ったんだろうね。もう痛いんだって。もう1週間でいいから。でも総理の家も無理、実家も無理、友達の家も無理だったら行くところないから。あ、私マンスリーやる。んマンスリー。マンスリー、うん、そこは住めるの。うん、ワンちゃんも。うん、もう住む。マンスリー借りるの。うん、これ1週間ぐらい住んでいい。何1週間ぐらい住んでいい。何言ってんの。1週間ぐらい住んでいい。どこに。ここいいんじゃない。俺もういないけど、俺は旅に出るから。本当酒飲むなよ、寝るとけよもうマジでアル中だらけなんだけどカオスだよ。ひまちゃんとおとなしいよね、オレンジで飲んでても。うん、いいよ。もう笑っちゃうんだけど俺も飲むか。もう
飲もうよ、飲もうよ。ゼロは飲もう、久しぶりです。いやじゃあ乾杯、ゼロワン久しぶりの、うん、パンタン、はい、パンタンタン、全員で飲むぞ。開けるんだよ、マリオ。ミドは。ハニー、こっちに連れてきて。ハニー、ツナちゃん好きなんだよ。こんだけツナあると、ちょっとブロックできないな。リスナー騙したよな。俺が騙すってなのは、復縁することじゃない。仲直りすることじゃない。それはないですよ。大人に行く当てなくて、ハニーと。それは無理でしょ。あ、これこれこれブロックしたかった。今ナイスの差どれぐらいあります？寝れないかな。なんだお前は。マイちゃんリスナーこれでお前を応援するんだろう。そうだよね。しませんでするでしょ。今日は2000円ぐらいいけばいいね。2000円いけば。まあ、余裕持って勝てるんじゃない。2000ナイス。総合は1位なんだけどね。完全制覇まであとちょっと。あ、600ナイスありがとうございます。コツコツ頑張ろう。見てくれてる人見てくれて、いっぺんにやっぱもらおうとしたらダメ。ちょっとでも分かってもらわないと。犯人連れてこいよ。